YouTube の広告でゆっくり実況を見たーい。別に見たくなーい。YouTube で動画を見てるとたまに広告が流れてくるじゃないですか。あれってめちゃくちゃいい宣伝場所ですよね。まあ確かに人目には触れやすいよな。すごく、羨ましくないっすか？別に羨ましかねえよ。いやだって知名度とかめっちゃ増えるじゃんね。悪い知名度の増え方とかもするよ。まあ私は知名度さえ増えれば家庭とかはどうでもいいタイプなので。こういうやつが炎上商法に手を止めるんだな。ということで、どうしても YouTube 広告になりたかった私は自分で作ってきたんですよ。お、作ってきた？自分で？そうです、作りました。一応聞くけど何を作ってきたの？ YouTube 広告かっこゆっくり実況バージョンですよ。あ、私の勘違いであって欲しかった。せっかく作ったのでマリサさん、ちょっと見てもらってもいいですか？こんなんどうあがいても断れないじゃん。しかも数パターン作ってきました。やる気がすごいなおい。それでは YouTube 広告評論家のマリサさん。あ、すみません、人違いです。早速動画を見て評価してくださーい。ということで私が作った広告の一本目はこちらです。俺の名前は拓也。どこにでもいる平凡なサラリーマン。今日も朝早くから出勤中だ。幼馴染の拓郎は起業して大金持ちだってのに、どこでこんなに差がついちゃったんだろうな。すみませーん。え？ハンカチ、落としましたよ。あわわ、すみません。え？かわいい。なんて魅力的な子なんだ。それじゃ、私はこれで。あ、ちょっと。え？名前だけでも教えてください。ゆっくり、霊夢です。ゆっくり霊夢を知ってからの俺の人生は一気に変わった。こんなに幸せになれるなんてゆっくり霊夢を知ってよかった。早くゆっくり霊夢を知っておきたかった。みんなも、ゆっくり霊夢で幸せになろう。いかがでしたか、評論家のマリサさん。いや確かにこういう漫画風の動画広告よく見るけど。何？なんでゆっくり霊夢を知っただけで人生が変わるの？そんなに人生甘くないよね。いやでも広告ってこんな感じじゃん。それは広告のダメな部分なのよ。あとなんかお前だけ出演しててずるいし。え？どうせなら私だって広告に出してくれよ。なんで出してほしいんだよ。まあでも実は2本目にはマリサさんも登場してますよ。マジで？嬉しい。早く見たいですか？見たい見たい、早く早く早く。仕方ないなぁ。それでは次は2本目の広告です。どうぞ。わくてかわくてか。みんなは、ゆっくり実況って知ってる？え、まだ知らないの。ゆっくり実況っていうのは、今世界で一番ホットなエンタメなんだ。今ならツッコミもついてくるんだよ。試しにちょっと見てて。なんでやねん。うるせえよ。前髪の分け方変じゃない？玄関開けてすぐタコパすんな。なんでやねん。どう？めっちゃすごいっしょ。ゆっくり実況見てみたくなった？あんたに今与えられている選択肢は2つだ。今すぐゆっくり実況を見るか、今ここで死ぬかだ。なんでやねん。もうゆっくり実況見るしかなくなったね。ワクワクしてた私の時間返して。え？どういうこと？どういうことじゃねえよ。あんな映像で誰がゆっくり実況に魅力を感じんだ。こんなことになんなら私を出すんじゃねえよ。激おこじゃんか。安っぽいアプリ風もダメかー。自分で安っぽいって言っちゃってんだもん。そりゃダメだよね。あと広告で死ぬとか言ってるのも絶対言い訳ないし。そうだったか。でも3本目は大丈夫です。絶対にインストールしたくなるような素敵な広告に仕上げたので。ほんと？わかってると思うけどもう信用はないよ。大丈夫です、ラストチャンスください。はぁ、わかったよ。優しいねマリちゃん。それでは最後の動画です、どうぞ。人の声に飽きた 99% の人が得する裏技。一点、皆さん、もうそろそろ人の声に飽きてきたんじゃないですか？わかります。人の声ってどうでもよくなりますよね。そんな時におすすめなのがこちら。ゆっくり実況。ゆっくり実況はうざったるい人の声とかを聞かなくてもいいエンタメなのでストレス。あ、もしもし？あんたの事情とか正直どうでもいいからさ。さっさとゆっくり実況見てくんない？最悪です。え？急に電話の音とか鳴るとびくってしちゃうから、見てる人の心臓に悪いから。そういうインパクトが広告には大事なんじゃないの？こういう類のインパクトはアンチとかがめちゃくちゃ湧くタイプのインパクトね。嫌いな YouTube 広告5000とか言ってまとめチャンネルに晒し上げられるよ。インターネット怖すぎだろ。インターネットは怖くて危ない場所なんだよ。いいか？動画広告ってもんはな、一歩間違ったら多額のお金をかけたのにもかかわらず消費者たちに嫌われてしまう可能性のある、とても難しいギャンブルみたいなもんなんだよ。そんくらい少し考えたらわからなかった。わかるわけないじゃん。なんでだよ。いやだって私 YouTube プレミアムに入ってるから YouTube 広告を見る側の気持ちとか全然わかんないもん。いや金を払ってでも広告を拒否するレベルのやつが YouTube 広告への出演を憧れるなぁ。動画広告を出して人気になるのは厳しそうなので、皆さんが友達とかに広めてこのチャンネルを人気にしてください。SE誘導。